こんにちは。ここは東京浅草です。よくテレビとかで見るようなね、雷門からは少し外れたところです。俵町とかのつくばエクスプレスの浅草駅とかがある、まあそういうところなんですけども、ガールズバーってのがあるの。私ガールズバーってのは何するところなのかわかんないんですけど、今回はですね、ラブホテルを改装した建物に泊まるということになっておりまして、目の前にある赤い看板のところかな、こっちにもね看板が出ております。今回はゲストハウスとかね、簡易宿泊所、それからホテルとかいろいろやってですね、結構インバウンド層からの支持が厚いらしいんですけども、カオサンワールド旅館のホステル浅草、カオサングループの中の一つに泊まるということになっておりまして、カオサンはね、私も最長往復切符の時に札幌すすきののところ泊まりましたよ。あっちは閉店してしまったんですけども、この東京浅草のここ大変人気があるそうです。今日の取材対象は左側の建物なんですけどね、この右側、これは多分普通にラブホテルなんじゃないかなと思ってね、調べました。これがスマートフォンの画面ですけども、料金体系とか出てるんですが、なんか日中の休憩料金みたいなのもね、なんかこうありますし、それからこれもね、なんかハートのマークが2つ書いてあって、これはラブホテルでしょ。多分この辺りラブホテルっていうのが多いんだと思うんですよ。そういう地区ですね。で、この左側の、カオサンワールド、ここももともとラブホテルでした。なんかね、ネットで調べたところ1980年代に建てられたみたい。確かに横の作りなんか見るとね、そんな感じ、印象は受けます。ところが昨今ですね、新型コロナウイルスでこういう風なことになってるとはいえ、外国人観光客が多く来て、日本、東京こういう観光地はホテル不足という風にもなっているわけです。一方でラブホテルというのは普通の宿泊施設とは違うから、ちょっと立ち寄りがたいと、私も一回間違って泊まったことがあるだけで、実際使ったことはないですしね。だから元はラブホテルだったこの建物を新しく一般のホテルにしようということでですね、作られたのがこのカオサンワールド浅草ということなんですけど、内装も立派だ。そんで入れていただいたんですけど、本当にラブホテルっていうのは僕は泊まったことがないもんで、どういうところなのか分かんないんですがね、全部もういろいろ勉強もさせていただいて、まずね、入るとこういうふうに部屋の一覧がずらっとある。これは現役です。もともとここはラブホテルとしてやっていて、現在はラブホテルではないんですけども、その当時の内装を生かしてですね、さまざまなタイプの部屋がこのように用意されていまして、でそこを選ぶと、普通予約の時にもうプランを選ぶんだと思うんですが、ラブホテルの場合はね、ここ1980年代にできたところですから、最初ネット予約とかないん で入ってくるじゃないですか。で入ってきたらどこの部屋を選ぶみたいな、この押しボタンを押してですね、例えばこの部屋がいいなって言ったら、これをピシッと押すということをすると、それでなんか利用する権利をもらうことができる、多分そういうことができたんだと思うんですよね。でそれからこっちにもですね、ジャパニーズカルチャーの折り紙がありますが、これももともとよく見てみれば向こうとそれからこっちと同じ作りでして、こっちにもねパネルがずらーっと入っていたそうです。で今はこっちはこういう展示スペースになっているとか、でそれからここにパソコンが置いてあって、裏側にね、壁があるわけですが、もともとこのホテルがラブホテルとしてやっていた時のフロントはここだったそうでございます。なんかその顔をなんか合わせたくないと、そうこういう場所だから、お客さんとそれからこのフロントの人が顔を合わせないっていうのが一つそのサービスらしいんで、ラブホテルはそういうのが多いらしいんですけど、だからここへやってきて、ここでやって、それでボタンを押して、ですぐにこのエレベーターに乗って入るということになっていたそうでございます。で現在はこっちにちゃんとしたフロントがあるわけですが、このフロントをここへ作るにあたっては、この大きな穴をですね、もともと壁だったところに開けて、そしてフロントとしているそうです。改装の費用はここがいくらぐらいだったか私は知らないですけど、もう結構ね、最近のホテル不足とかそういうんで、ラブホテルを改装して、普通のホテルにするっていうのは政府も奨励しているほどだそうで、その改造の資金がですね、その規模にもよるでしょうけれど、私がネットで調べた限りでは億単位でかかっているようなところも結構あったそうです。当時のね、すごいこういう内装も、かなり大部分に残っておりまして、天井とかね、それから壁の部分なんかのこの鏡なんかも、これも当時の大きな特徴だそうです。そしたら早速エレベーターで2階へ行くんですが、これですね、左側のエレベーターと右側のエレベーターなんか違うんですよね。どっちの方が新しいかって言ったら、多分向こうの方が新しいんだと思うんですけど、ラブホテルだった時代にね、片側だけ多分リニューアルしたんですよね。ピッと押すと、これもまたすごい、上がこんな風にギラギラしてます。これは当時の内装そのままだそうです。懐かしい感じのエレベーターだ。もちろん点検はね、ちゃんとやっております。ついこの間やったばっかりみたいですね。そしてここが2階です。2階の入ると早速こういう風に案内板がありますが、これも昔のやつでしょうね。
ホテルの方に協力いただいてね、ドアも今開けていただいてありがとうございます。まあ、入るとね、まず早速これが最初の一つ目のお部屋ですけど、すごいですよこれ。これはね、まあ、こういう風にあのベッドが4つ並んでいるメゾネットの部屋でして、メゾネットってのは分かりますか、2階建てのことなんですが、2階建てですからね、ここの階段、これをこう上に上がればもう一個上のフロアがあるわけです。で、もともとラブホテルだった時代に2階には何があったかというと、2階にお風呂があったそうです。まあお風呂はあの必要らしいんですが、ここにですね、真上にお風呂があったそうでして、今ちょっと古いからね、あのこういう風に曇っているんですけども、これも当時の名残。ちょっとこのカメラを近づけてみますよ。そうするとね、なんかこう黒い十字が見えるじゃないですか。これ何かちょっと一点見てみましょうね。2階上がるバブリーな階段、これもね80年代の作られたその当時のものそのままだそうです。ちなみにオープンが1982年で、2013年に普通のホテルとして再出発したそうです。ただあの元々 あのラブホテルをやっていたところと今のやってるところは違うんですけどね、あの改装され立派なシャンデリアですよ。でこちら、これがお風呂ですが、今行ってみるとどうなってるかというと、お風呂ではなくてですね、あのこういうようなスペースになっておりまして、これは多分そのお湯とか出てたところですよね。シャワーのやつとかもそのまま残ってるわけです。で現在はもう一度ように風呂ではありません。ここにちょっと心配ですね、つるっと入っちゃいますけど、足だけをこうやって入れたりとかですね、まあ、全部入浴するとかいうこともできるわけですが、現在ではこういうテーブルスペースとして使われておりまして、フットライトがありますけどね、この当時の施設そのままこうやってこうつけたり消したりすることができると。要するに下から例えばね、あの美女とかが入ってるのをあの見上げたいと、まあ、いう人があのいると思うんで、それをあの見せてあげたいという場合にはこのライトをつけて、これで見やすくするということなんだと思います。すごいですね、これも衝撃的な絵だ。ラブホテルっていうのはこういうところなのか。それからまあ、とにかくラブホテルの特徴は鏡らしいんですけども、まあ、僕はここ鏡ね、こう映ってますが、こっちか、これ鏡、うわすごい、 上も鏡だ、全部何人いるんだ僕が一体、すごい数ですが、さらにこちら、こちらトイレ、トイレもですね、こんなギンギラギンですよ。おおおお、すごい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 、なんかこう無限の彼方まで続いている壁があるな。でちなみにあのお風呂なんですけども、まあ、なぜお風呂がないのかというと、あの泊まる方が海外の方が多いので、そうすると、まあ、あんまり海外の人はね湯船に入るという習慣がないんで、まあ、結構僕もあのイタリアとかでなかなか広いいいホテル泊まったことあるんですけど、あの普通にシャワーしかなかったりとかいう場合ありましたから、それで、まあ、設置はしていないということだそうでございます。部屋によってね、あのシャワーの部屋があるとかないとかいうのがいろいろ変わるそうです。であとはですね、これですよ、これこれこれ、ここに気相換装置の使い方って書いてあるんですが、あのこれはですね、部屋代を払うときにこの部屋から直接フロントに、ここにあるカプセルにお金を入れてシュッとこう吸い込ませることによって、支払うことができたというハイテク機構だそうです。今そんなのないですからね、これ途中でお金詰まっちゃったんだったらどうしたんだろうとか思うんですけど、この穴の中にカプセルが吸い込まれてお金の支払いができると。おお、これよく見たら500円札じゃないですか。今500円はね、高価ですから、あの岩倉具視時代の500円のお札がある。すごいなこれ、これ読みますか、これボタンって読むんですよね、これね、押しボタンスイッチを押す。ちなみにあの今はこれはさすがに動かないそうです。ホテルの方もね、いや動くところ見てみたかったとおっしゃってましたよ。さてじゃあ次、その衝撃的なですね、2階建ての部屋を過ぎると今度はこっちなんですが、こんな敷石があってですね、敷石っていうのかな、わかんないですけど、石がこう積んであって、飛び石か、下にこんな玉砂利もあるわけですが、こんな日本庭園みたいなところの中に、こっちは和室です。これ聞いたところによると、もともとやっぱこういう浅草の土地ですからね、すでに和室としてこういう和風の、タイプの客室ということでやっていたそうでして、だからそういうもともとの特徴をうまく使ってこういうような形でできるのか、面白いですよね。ここの壁にですね、これあの富士山みたいな形してるのはありますが、これ今はな開くことはないそうですけども、裏側に、お風呂がありまして、まあ、多分元々はこっちにベッドがあったんですね。でこっちの方を入ると、まあ、今でも部屋はあるんですが、これですね、当時の湯船を撤去したですね、こういう広いお風呂スペースがございます。なんか天井が少し斜めになっているのが独特です。でこれ今は開かないこの障子のこの向こう側、これ白くなってるんですけど、要するにここで誰かが風呂に入っているのを反対側から見ることができる、そういうね、あの配慮だそうでございます。海外のホテルとか行くとね、あの風呂のガラスになってるとかあるけど、あれ風呂入ってるの見せるためにあるのかな、やっぱり元からの特徴を使いつつ、ちゃんと下にはあの畳が敷いてありますんでね、
海外の方にもね喜んでもらえると思うし、日本人だって泊まったら面白いと思うんだな。こんなあるぞみたいな。天井もほら、これですよ。じゃあ今度は3階です。カオさんは私もねドミトリーでさっきも言ったようにお世話になったわけですが、そういうわけでドミトリーの部屋もあります。もちろん元はねラブホテルだったんで、こういうふうにホテルの入り口みたいなところは入るわけですが、一方でこの中はドミトリー、要するに相部屋です。だから例えば一人で利用するとしたら、ここ3000円とかでここ一人泊まるじゃないですか。で他の知らない人がまあこっちにも、それからこっちにも、それからこことここにいるということになっているわけです。もともとはね2人で使うような部屋だったはずです。ラブホテルですから4人で使うってことはないと思うんですよね。でここにですね、こんな立派なのがありますけど、これはおおしゃ、危ない危ない、触ったらなんかあれだけど、これ組み合わせたのかな、どうなんだろう。元からこれ掘ったとしたら相当いいものだと思いますけど、元はねこれここにあったんじゃないみたいなんです。なんか天井とかにあったらしいんですけど、それを一旦壊して柱とかも取った後でもう一回組み直して、それでこういう和室のね部屋に作り変えたということです。まあ見た感じここが枕なんでしょうね。でここに大きなベッドがバーンとダブルベッドがあったパターンだと思うんですが、これ何なのか、ここは何ですかって聞いたらですね、もともとはお風呂だったそうです。多分ここら辺まで全部お風呂で、でここもなんか風呂とかだったんでしょうね。で今はその風呂のスペースはそんなにたくさんはいらないんで、この入るとですねシャワースペースに改装すると、どうやってもともとどうなってたんだかよく見ても分かりませんけどね、多分まあ全部ここもこの壁がなかったんだろうな、でバーンとお風呂だったんだと思いますけど、もうそれから普通にトイレは、あ電気はどこだ、あ自動でついたか、これ元からなのかな、なんか意味ありげな壁がありますけどね。でシャワーのない部屋とかはどうするのかっていうと、こういうですね共用のスペースが結構いろんなところにありまして、まあドミトリーだとよくありますけどね、そうこういう感じですよ。でここで朝ね出発して、じゃあそろそろ行くかみたいな感じで支度していくんですが、まあ、こういう感じの、あもうまさによくあるドミトリーのシャワー室って感じだ。あなんかこんなのもらうの普通のよりちょっといいですねこれね、というところでございます。だからこれはまあ自由に使えるということです。多分チェックインの時にタオルを1枚もらうみたいな感じになるはずです。よし。で次はね4階に来ましたけども、ここもまたすごい和室。これこのホテルがね紹介されているウェブニュースみたいなので見ましたけど、こんな風な立派な柵がする、これも元からのものです。このいろりも元からあったらしいんですけど、ラブホテルでいろりって何に使うのか、まあ、使うわけじゃなくて多分内装だと思いますけどね。でこの壁も今障子になってますが、まあもう見て想像もつくと思いますが、そこに風呂があってですね、前はおそらく向こうからこっちが見通せるようになっていたはずです。ベッドはそこにあったんでしょうね。もう分かるわ、ここがこういう風ななんかちょっと出っ張りになってるから、ここの下にこうベッドがバーンと、あよく想像がつきます。あとこんな石道路までありますが、これもね元からあったものだったんですよね。この花瓶とかもどういうものなんだろうな、僕が見ても分かりませんけど、でもこうやって見るとラブホテル時代も結構寝る人のことを一応考えてたんですね。天井のこの部分だけね随分豪華な作りになっているし、なんか浅草の芸人の人がね、浅草ってもともとそういう劇とかいろいろやるようなところですから、そこの芸人さんが女の人を連れて泊まると、そういう風なね使い方をしてたらしいですよ。そのすぐ隣はまた全然違う部屋なんですよね。でこれはねかなり大規模にリニューアルをしたそうで、当時の名残はこのアーチのところに残っているらしいんですが、まあ、ここは普通のドミトリーだよな。でも確かにこうやって見ると、ああこれもともとなんかあったんだわみたいな気になるタイプの部屋ですよ。天井からなんかブラブラ降りてきてるなと思ったらね、これは明かりでして、これつけたり消したりできるみたいな。多分この部屋全体で、ね、自分のベッドでこれでまあ1個消しつつ、まあ、それから目の前も暗くしたいっていう場合はベッドからこれ手伸ばせばいい。結構広くないですかベッド。あこの手の宿泊施設にしては相当だと思うんですよね。立派だよな。それからねこっちにはキッズルームもあって、それから別のところでねファミリールームってのもあったんですが、ラブホテルの名残が感じられるファミリールームに泊まるって、まあ、なかなか独特ですけどね。完全にこれいじれるのかな。あいじれるわ、ちゃんと生きてる。これベッドの頭のところにあるこういう操作パネルでしょう、というところなんですが、ここにもですねおなじみの階段がございまして、さっきと同じようなパイプだな。あと外にも出られるようになってます。今はこういう洗濯機とかのスペースで、向こうにもプールがありましてですね、多分今普通に入れるプールではないと思うんですが、前はプール付き客室なんていうのがあったそうです。でこの上のところには今度コミックルームということになってますが、要するに前はここで
上のところにまたお風呂があったようですよ。というのは見れば分かります。このコミックルームはどう見てもタイル張りでね、まあ前が風呂だっただろうみたいな照明がついてるわけです。ちょっと靴脱いで、おお、いかなく敷居踏んでしまって、まあ、これもバラバラなし、まあいいや、うつ、天井がちょっと低いんでね、気をつけなきゃいけませんが、この出っ張り何だったんですかってお聞きしたらね、まあ、おそらくここの部分が湯船だったってことで、相当巨大ですよね。こういう人間が4人座れるぐらいのスペースのここに置いてあったんだな。ここはね、名前を確認したらデラックスジャパニーズルームというそうです。確かにデラックスですよ。香りもすごい落ち着いてるしね、天井のここにこういう風になってるのから見て分かるように、あ、なんかこんな壁までもあってね、まあここにベッドがあったんでしょうね。元からこういう内装だったっていうんだから面白いですよ。これはこんな芸者さんみたいなのがいますけど、なんか吉原遊郭もね近い場所ですし、面白いんじゃないですか。ちょいいですか、これこの多分ね、元は風呂だったけど今はちょっと少なくなってるパターン。ああ、ほらほらほら、これもうこうじゃないですか、裏側から見ると。だからもう向こうから前はこの白くなってなかったところを全部見渡せるようになったんでしょうね。間になんか入れたのかな、もしくは白く濁らせるようななんかしたのかね。ここもまた多分湯船が前はここにあったんだろうな。ですよね、妙に広いですもんね。よく見るとこの砂利の中にコードがいろいろと通ってて、配線系のあれも司ってたな。よし、行きましょう。次はね、ファミリールームですよ。まあ、すぐお隣の部屋なんですけど、すいません、持っていただいて。これはファミリーか。入ると、これまた不思議な内装なんですけどね。ここがですね、やっぱり元々は風呂、基本、なんか風呂ってのは見えるものなんですね、ラブホテルにおいては。で、天井、ガラス張り、僕も映ります。で、あとはここにこれがあるから、こういうなんか、丸い作りのベッドだったんだろうな、多分ね。ちょっと、想像がつかないですけど。で今はベッドはこっちの台の上にありまして、よし、ちょっと慎重に踏み台に上がって、なんかディズニーみたいな感じのあったな。これ立派な蓋付きになってますが、もともとはここが風呂でこっちも風呂だったのかな。なんか家族でラブホテルに泊まるみたいな体験ができるんじゃないですか。そういう需要がどの程度あるかっていうのはそれは別の話ですが、いろいろ個性的なのを紹介しましたけども、これが最後です。この507号室はですね、入ると、まあ、まだちょっと向こう側開けないでおきますか。こういう風なね、キラキラですよ。それから中はこの真っ青で、純然たるラブホテルっていうのはこういう感じの場所が多いみたいですよ。だから日本人の方なんかでね、ここに泊まると、ああ懐かしいってそういう風にね言われる方もいるそうです。実際ここに当時と同じようにベッドが置いてあって、当時と同じようにですね、ここに調光設備なんかがあるわけですが、色とか変えられるのかな、ちょっと押してみますが、色は変わらないみたいでしたけどね。でこの裏側にやはりお風呂があって、やはり向こうからこちらを見渡すことができる、逆かこっちから風呂を見渡すんだと思います。それからカオサングループの特徴として、全てのホテルにですね、こういうフリースペースがありまして、自分で調理などをすることができるようになっています。今ちょうどねされている方がおられますが、許可をいただいて撮影しているところです。僕もなんかラーメンとかカップ焼きそばとか作ってね、こういうとこ座って食べましたよ。あ、今は椅子がちょっと少なめになってるんだな。他にもこういうフリースペースもあるんですが、これゲームキューブだな。ちゃんとメモリーカードも入ってるわ。何をやってるのか見てもいいでしょ。これは押すと開くんですよ。あ、ソフトは入ってない。あ、そうか、パクられるって可能性もあるもんな。受付でゲームのレンタルが可能です。これファミコンか。ニュース、これなんだ、ファミコンじゃないかなこれ。いやいや、ファミコンだ、ファミリーコンピューターって書いてある。すみません、やったことないのがバレますけどね。97年生まれじゃそれもしょうがないでしょ。で、私の部屋はファミリールームになったわけなんですけど、まあ落ち着かないですね。別に落ち着くための場所ではないのかなと思うんで、全然落ち着かないことは問題ないと思うんですけど、いろんなタイプの部屋があるからね、落ち着きたかったら落ち着ける部屋を選べばいいのかなというふうには気がします。不思議だ。ベッドメイクは基本セルフみたいです。まあ、こういうところはね、そのドミトリーといいますか、簡易宿泊施設感もあるんですけど、でもよしと、その代わりに値段は安いと。普通のホテルよりちょっと値段は安めです。なんかシーツを使って、お休みくださいっていうふうに書いてあったんで、ね、やっぱちゃんとやっといた方がいいかな。ダブルベッド用のシーツなのかなっぽいですね。ちゃんとそれはその大きさになってるわ。シーツ2枚ありますけど、
これ下手すると天井に頭ぶつけるに気をつけないとね。ちょっと敷布団を避けちゃってこんなぐっちゃりになってますが、まあとりあえずこれいいや。じゃあ昼飯食べに行こう。今日は8月31日なんですけど、いや8月は忙しかったんですが、もう今日はねそうでもない。よし、もうあとは自由時間ですから好き勝手浅草滞在でも楽しみますか。別にここ使う必要ないんだけど、なんかちょっと通りたくなっちゃった。おっちょっと段差があった、気をつけないと。いやこうですね、夏の終わりらしくね、気温は29度、そよ風が吹いて1ミリも暑くありません。素晴らしい気候だ。それでいてこの快晴です。神谷バーか今半か三里の天ぷら屋かどれかにしようと思ったら、ちょうどここに今半の支店があったんですけど、高いよな。ちょっとね、8000円か。いや結局ね、あのコース料理を一人で食べるということになりましたよ。まあ、なんで言ったかというと、多分最近はお客さんも多分少ないんだろうなと思ってね、まあ、そんで勝手に食べて応援みたいな感じで行ったんですけど、ちょっとあれだな、老舗店に対しておこがましかったかもしれないな。あ、もう夜になると内装もいいですね、映えますわ。このね布団がね、あとねめちゃくちゃ もちもちでなかなかいいんですよ。これが食べ終わったらゴロゴロしますか。もうお腹いっぱいになって、昨日もちょっと一日伊豆諸島とか行って疲れてもう眠いんで寝ちゃおっかなと思いますが、そういうわけでね、もうシーツも敷いてあります。いろんな撮り方ができて面白いな。これを明かりを消して、これも消して、そしてこう登るじゃないですか。ちょっと気をつけて登るんですけど、聞こえるかな。こういう閉鎖空間ね、なんか遊戯音みたいだな。38年前にここへ泊まった人は私の寝てるところで入浴してるその姿を多分向こうに置いてあったと思われるベッドから覗いて見てたんですね。不思議な感覚だ。それ寝巻きとかはないのかな。多分ないんだと思います。もらってませんのでね。タオルはあるんですけど。あ、じゃあ寝ますわ。どうも、おやすみなさい。寝床のすぐ脇にコンセントも増設されてるから、携帯電話充電しながらアラームもね聞き逃すことはありませんよ。はい、すいません。それであと寝るだけになっちゃって申し訳ないんですけど、あの翌朝になりました。もうよくぐっすり寝ましたよ。もう寝心地のいいベッドで、まあこれで寝たわけじゃないですか。あの向こうで寝たわけですけども、あのなんか朝になってもね、ここカーテンがないからこっちの方は眩しくて、まあ、だんだん目が覚めるけど、向こうはもうかなり密閉してたんでね、あの時間になったことも気づかず相当ぐっすり寝ました。ちょっと寝すぎちゃったくらい。じゃあ、とりあえずこんな感じでいいですかね。あとちょっと外ブラッと出て雷門でも見て帰るか。それでまずじゃあ雷門の方に最短距離で行こうと思うと、まず昨日紹介した浅草今半のある大通り、国際通りのところを過ぎて、ですぐ目の前にありますこういうところに来ます。ここ浅草ロックと言いまして、もうそれこそ戦後すぐぐらいまではこういう劇場みたいなのがものすごい数あったそうですが、まあ、江戸時代からの歴史ある繁華街だったこの地もだんだんテレビの普及に従って衰退が始まったそうで、特に平成の時代になってもう映画館なども全部なくなってしまったそうです。もう昔は映画館がそれもまたすごい数あったらしいんですけどね、まあ、ともかくこういうふうに多くの人があの遊びにやってくるそういう場所であるから、まあ、その歴史的なつながりで道を一本挟んだ向こうにあいた連れ込み宿のような場所も多く並んだんだと思われます。そして、まあ、例えばこういうところ、まあ、ここなのかちょっと分かんないですけど、ここはあの落語家の方がいっぱい来るところみたいなんですが、まあ、ここじゃないのかもしれませんけど、芸人の方がですね終わった後にそういうところを使うということをしたそうです。テレビの普及とともに街が衰退するっていうのがすごいですよね。つまりそれだけテレビを相手取ってといいますか、あの昔の人たちはテレビを見たりとか、まあ、今で言えば YouTube 見るような感覚で浅草に来てたっていうことでしょ。いつもね浅草寺って言ったら浅草駅で降りて雷門のところこうまっすぐ来るわけですけども、まあ、今日は泊まっていたところがここでしたから、こういう風な横の移動の仕方をしたんですが、ここがねまた別の浅草を見るようで、いつもここしか歩いてなかったから、あ、こんな面白かったか、ちゃんとあの通ってみるもんですね。隅々まで浅草ってのは本当はここだけじゃなくてこういう風にあるわけですからね。歩いているとこのように横から仲見世通りに出会うわけです。人形焼き買って帰ります。
人形焼きの店はね、どこも元祖って書いてあって、一体どれが本当に元祖なのかってのは分かんないんですけど、まあ、うちはね、いつもこの角の店で買うことになったな、昔から浅草に遊びに来れば。うちの先祖の墓が近所にありますんで、ね、割と昔から浅草には来させてもらいましたよ。最近はあんなのまでできたな。前はね、多いお茶しかない自動販売機ってのがあって、それが広告の役割を果たしてたんですけど、もう今日はあんなの必要ないぐらいに涼しいですわ。まああんまりもたもたとこの辺りも紹介してもしょうがありませんかね。あの本題はね、あくまで今回皆さんに紹介したホテル、まあその周辺でどんなことができるのかというのを簡単に皆さんにお知らせしてみました。ではどうもありがとうございました。